花イカリは、林道家花イカリ族の一年草または越年草。茎は直立して高さは20から60センチメートルになり、緑色で細く4両があり、やや分子する。葉はごく短い傭兵があり耐性する。葉心は長大円型で先端型がとがり、長さ2から6センチメートル、幅1から2.5センチメートルになり、円は全円になり、3つの主脈がはっきりと見える。 か期は8から9月。茎の先端及び溶液に集酸加状を出す。花柄は細い。果敢は単行色でやや緑色を帯び、深く4列し、長さ6から10ミリメートルになり、角列片の下部は特徴的な線形の巨になり、長さ3から7ミリメートルになる。額は緑色で深く4列し、列片は線形で尖り、長さは 果管の半分から3分の2ほどになる。湯水は4個、死水は1個あり、果管の中にある。果実は防水系の果てで、果管と同じ長さになり、こなすと2辺に劣開する。種子は円形、または楕円形で、表面は滑らかで、長さ1ミリメートルになる。日本では、北海道、本州、四国、九州に分布し、山地帯から鉱山帯の日当たりの良い場所に、 生育する。世界では、朝鮮半島、中国大陸東北部、千島列島、カラフト、シベリア、カムチャツカ半島、ヨーロッパ東部に分布する。和名花怒りは、巨がある花冠の形が船の怒りに似ている、ことにより付けられた。俗名、ハリーニアは、リンネの弟子で、スウェーデン人のジョナス・ペトリ・ハリーニアスの名から付けられた。また、首相名コーニクラタは、 核にある、小格上のの意味、ありがとうございます。